水産高校の生徒が乗った県の海洋実習船宮城丸が45日間の航海を終え、気仙沼に寄港しました。宮城丸には気仙沼工業高校と宮城水産高校の生徒合わせて23人が乗り、小笠原諸島沖でマグロ漁の実習を行ってきました。今日、気仙沼港に寄港し、実習で取ったメバチマグロやキハダマグロなど 3.6 トンを水揚げしました。とても貴重な、まあ、めったに経験することができない、実習でした。仲間と協力することの大切さだったり、遠洋マグロ船の漁師さんの大変さを知ることができました。自分は商船に乗りたいと思ってたんですけども、やっぱり漁船もいいなとまた再度思うことができました。水揚げされたマグロは県内のスーパーなどで販売されます。